米津玄師、レモンが3月22日発表の最新3、25、フオリコン週間カラオケランキングで52週連続の1位を獲得。2013年8月26日付で連続1位獲得週数を51週とし、歴代1位となったゴールデンボンバーのめめしくてを上回り、5年7ヶ月ぶりに歴代1位記録を更新した。米津は今回の記録更新について、とんでもないことが起こっているなという不思議な気持ちでいます。自分自身で全てをコントロールしようとすることのあっけなさを改めて認識しました。この曲を作る機会を与えてくれたドラマアンナチュラルや、それに関わる人たち全てのおかげだと思います。真っ当に生きてちゃそうそう訪れないであろう体験ができたのはラッキーだったと噛み締めて、これからも引き続き粛々と音楽を作っていこうと思いますと喜びのコメントを寄せている。レモンは昨年2018年3月12日付で同ランキング初ランクインとなる18位に初登場すると、4位、2位と週を追うごとに順位を上げ、登場4週目となる4、2付で初の1位を獲得。この連続1位獲得記録では、昨年9、17付で湘南の風準連覇と並ぶ歴代10位タイとなり、初トップ10入りとなった。本作は昨年1月期の TBS 系金曜ドラマアンナチュラルの主題歌として米津が書き下ろした。大切な人を亡くした喪失感を美しく切ない旋律が魅力の歌、ミディアムナンバーだが、カラオケで歌うのはリズムや音程など難易度の高い楽曲であるにもかかわらず、発売直後よりカラオケでも高い人気となった。この人気はさらに幅広い層にも広がりを見せ、昨年9月には演歌歌手の徳永ゆうきがテレビ音楽番組で CM では俳優の志尊淳がカバーするなど、様々なシーンで流れた。また昨年末の第69回 NHK 紅白歌合戦に米津本人が出演し、本作を歌唱したことも大きな話題となり、現在も高い人気を誇っている。なお米津は3月19日に初の海外公演となる上海メルセデスベンツアリーナでのステージを終えたばかり。続けて来週3月30日には台北台湾大学総合体育館での公演が控えている。オリコン調べ3、25分集計期間3月11日から17日。オリコン週間カラオケランキングについて、オリコンのカラオケランキングは1994年12月26日付にスタート。カラオケメーカーの第一交渉、ダム総合、エクシング、ジョイスンドから提供された各楽曲のリクエスト情報をもとに毎週集計、発表している。